1976年の広島東洋カープでは、1976年の広島東洋カープにおける動向をまとめる。この年の広島東洋カープは、小葉武史監督の2年目のシーズンである。小葉監督の2年目は、リーグ連覇に向けて、スタートを切ったが、開幕戦を引き分けた後に5連敗。4月18日には、巨人の加藤初にノーヒットノーランを喫するなど、 開幕10試合でわずか1勝と出遅れる。5月にも連勝を記録しよう約3位に浮上するが、巨人と阪神の熾烈な優勝を争いに食い込むことができず、7月下旬までは5割前後での戦いが続く。8月に入り7連勝と調子を上げ、一時は、首位巨人に4ゲーム差まで迫り、部位2を予感させたものの、9月1日からの11、連敗で貯金がなくなり、 10月16日には、本拠地で巨人に優勝を決められ前年のお返しを、された。最後は7連勝で借金を返済し、なんとか、貯金んとして、シーズン終了。池谷光次郎が20勝で最多勝ちとなり、広島から3年連続で20勝最多勝投手が誕生。投手陣は池谷が20勝を達成するなど、活躍したが、防御率は、 前年の2.96から4.02へと大きく低下した。打撃陣は前年首位打者の山本浩二や絹笠義をゲールホプキンスなどが打ちまくり、打率はリーグ2位、本塁打はリーグ3位をそれぞれ記録した。ありがとうございます。